はい、今回ご紹介するアイテムはこちら、プレミアムルームシューズフットローブピエモンテという、要するに、スリッパですね。これスリッパといってもね、バカにしちゃいけません。これ高級スリッパですよ、皆さん。実は、まあ、先にお値段から言うとですね、なんと 22,680 円続く込み。すごいですよね、スリッパもね。ただね、割とね、靴、私、スニーカーとか靴とか好きで、まあ、集めてはないですけど、いろんなものを試したりしてるんですけども、意外とその日常の中で、割とスリッパを履いてる時間って私、長いんですね。で、そういう方って意外と多いんじゃないでしょうかね。もちろん会社でもそうですし、お家帰ったらとかね、割とスリッパって履く機会が多いんですけど、意外と安物だったり、軽んじられてたりしてるんですね。で、私はですね、スリッパ非常にこだわります。はい。で、膝が痛かったり腰が痛かったりする方は、もう本当このスリッパ、あと外反母趾なんかもね、お持ちの方、なんかこうとってもいいです、これ。で、まずね、こう、フェルトの生地でですね、中がインソールがこう取れるんですね。はい。で、こういう風な形のインソールになってますね。クッション性能がすごい高いです。で、これ自体もこう、なんかフェルト生地でね、で履き心地もすんごい柔らかくてですね、もうフィットします、ものすごい。はい。で、やっぱりこう、スリッパってどうしても消耗品になっちゃってね、長く使えないことがあるんですけど、これはですね、本当私おすすめです。はい。でもう、2足目かな。はい。ただね、コスパがね、ちょっと高いんで、なかなかちょっと勇気がいるんですけど、で、この面白いのがですね、これ、外側のこれとですね、これが、別で選べます。何を選ぶかというとね、カラーと素材を選ぶんですね。はい。これは、フェルト生地なんですけども、3色あります。茶色と、薄い茶色と、それからなんかアイボリーみたいなですね。これ一番濃い茶色かな。あとこれ中はですね、ライトブラウン、ライトグリーン、ブルー、ブラウン、レッド、オレンジっていろいろありますね。はい。あとこうフェルト素材となんかの、なんでしょう、布素材があります。あとこれですね、3色プラスあと穴が開いてるやつもありますね。通気性、夏向きなのかな。私はこれ、夏っていうか夏冬問わず、一年中これを形を履いてるんですけども。で、ソールこんな感じですね。はい。とっても柔らかいですね。で、ね、重さがですね、これは27.5 センチ。メンズはですね、25センチからあります。で、レディースは23センチとかあるのかな。で、私27.5で、これ1足166グラムです。ものすごい軽いですね。まあ、スリッパなんであんまり重さはね、あれですけど。ね、もう履き心地いいです。ほんと柔らかい感じでね、ふわっとこう包み込まれるような感じがしますね。で、もう割とこう、長い時間スリッパを私ほんと履いてるので、結構こだわってますね。はい。で、もう、で、このインソールの形がですね、わかりますかね、こう、ちょっとこう、ポコッとこうしてるのが。これが多分、おそらく人間工学に基づいて作られてるのかな。アーチを、こう、ぐっと持ち上げてくれるような形で、非常にこう、履きやすいっていうか、疲れづらい。履いてることを忘れる。感じですね。あと、スリッパだと結構皆さん、サイズを、SML とかそういう形で買いますから、割とこう、突っかかったり、室内で転ぶなんてことがね、若い人はないかもしれないですけど、お年寄りとか女性の方なんか多いと思うんですけど、これは本当ないです。なので、本当、そうですね、こだわる方もそうなんですけども、年配者の方に、プレゼントなんていう形も本当いいと思いますね、喜ばれると思います。はい。で、そこはですね、こうフェルト生地なんで、もちろん滑ることもないですし、かつ柔らかい素材なんで、フローリングとかに傷つかないですね。はい。で、静か。で、あと、パタパタ言わないんですよ、これ。なんですよ。革の人とパタパタ言って、夜に人が歩ったりすると、こう、うるさいじゃないですか。で、これは本当、静かです。なんで、そういったことに関しても、とてもよく作られてると思いますね。はい。あと、本体のちょっと表面色で、さっきやめろ言ったんですけど、ベージュチャコールマロングラスですね。はい。私が買ったのは、チャコールかな。
はい、で女性用に関しては22センチからありますね。22センチから25センチまで。でメンズに関して、男性に関しては25センチから 27.5 センチまでですね。でサイズ感なんですけども、割とちょっとちっちゃめですね。うん、私あの、ナイキとか普通のスニーカーとかで 27.5 なんですけども、27.5 でちょうどでした。はい、ぴったりって感じですね。はい、なので、普段アシックスとかそう日本の靴で27センチ履いてる方はハーフサイズアップされた方がいいと思いますね。ちょっとあの小さめの作りになってますね。はい、あそうですね、これこのヒールの高さが男女ともにバランスよく歩けるようなこう高さに設定してあるんですね。前足の部分と後部の高さの 7mm のものが一番歩きやすいみたいですね。でそれを再現してるんですね。はい、とってもちょっとね値段が高いんですけども おすすめのスリッパですね。長く使えた色も選べるんでね非常にいいと思います。ちょっとこれをねお客様から人数家族が集めるとねかなり値段がいっちゃうのであれかと思うんですけど、ちょっとこだわりの一品ということでご紹介してみました。概要欄の方に商品リンク貼っておきますので、ご興味のある方はぜひぜひご覧になってみてください。はい、今回は以上です。バイバイ。